ためにですねリポートをするとこうやってあ予定されていた計画停電がなくなったみたいとかですねあ今やっぱり実施されたんだとかいち早い情報があ皆さんと一緒にこう共有することによってですねやっぱりこう行動にもですね余裕が出てきたりそれからあの行動に変化が出てきたりとかそういったことも出てくるんじゃないかなというふうに思いますので。 ぜひですねこの後ももしこうねお時間があれば安全なところからですねウェザーリポートしていただければと思います今の減災リポートというところがありますのでぜひ送っていただければというふうに思いますさて鉄道道路というふうに聞いてきましたけれどもやはりですねこの津波地震で大きく影響を受けたというとやっぱり空港もありますよね。 ここからは交通気象センター航空担当の早崎さんに聞いていきたいと思います。早崎さん、はい、それではお伝えします。本日も仙台空港を離圧着する便を中心に約 80, 80便の欠航便が出ております。では今後のですね、えー、見解について、えー、こちらの画面にて確認していきたいと思います。 えっとまずあの北日本のですねえ日本海側を中心にえまあ冬型の気圧配置でえ雪がですねえ引き続き予想されております。特にえ青森、秋田、あ福島空港におきましてはあ最終日にかけましてえ雪の方が予想されております。この雪によるですねえまあ視界不良でえまあ着陸のやり直しもしくは滑走路が見えない場合は。 天候が回復するまで上空で待機する場合もあります。そのため、遅延が発生しやすくなっております。現在ですね、特に青森につきましては、まあ、吹雪でですね、かなりあの視界不良がですね、ひどくなっております。青森空港、秋田空港については、場合によっては着陸できずにですね、 目的地区出発地区空港に引き返したり、他の空港に着陸することもあるかもしれません。はい、で、まあ花脇につきましてはですね、えー、まあ今日の便はあ終了しておりますが、えー、まあ今日のところは特に大きな運航上のショワは出ませんでした。はい、それでは明日のですね見解についてお伝えいたします。 明日もですね。引き続き、冬型の気圧配置で、えー、午前中は青森、秋田、花巻空港で遅延が発生しやすい状況です。で、午後になりますと、さらにですね、えー、冬型の方が強まりまして、えー、青森、秋田、花巻では条件付き運行となる見込みです。あとはですね、えー、福島空港、まあ、福島周辺なんですが。 えーまあ、福島第一原子力発電所のです、ね、事故を受けまして、えー、原子力発電所から約半,あ半径30キロのです、ねえー、上空を迂回した、えー、まあ航空路をです、ね、飛行するようになっております。 これによるです、ね、大きな到着の遅れ等はございませんが航空会社もです、ねえー、まあ安全な飛行ルートを取って飛行,飛行計画を立てております、はい、あの早崎さん、はい、はい、あの天気の方で空港へも影響が出てきそうですけれどもあの津波とか地震の影響で、えーね、使えることができなくなっている仙台空港なんですけれども。はい こちらはですねあの公式な発表でどれくらいまで、えー、使えないかと、まあ、復旧見込みみたいなものっていうのは、現段階で出ていたりするんでしょうかはいまず、ですね、えーえー、空港からですね、はい、そういったいつ復旧見込みといった情報はありません、はい、ただしですね航空会社によっては、えーまあ、今月末、まあ、26日ぐらいまでは、うんえー、仙台空港をの離発着を取りやめている航空会社も出ております。うん なるほど、はいうん、まだまだ相当ね、えー、復旧するまでかかりそうですね、そうですね、えー、ちょっと、はい、今月、少なくとも今月末まではですねかなり厳しい状況というふうに見ております、うんうん、多分公式発表がないということは、えー、復旧の見込みが、まあ、はっきりと立っていないということなんですけれども、まあ、少なくとも今月いっぱいぐらいは使うことができないだろうというふうに、あの航空チームの方でも見ているということですね。うんはい わ、はい、かりました早崎さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、交通気象センター航空担当の早崎さんに、えー、空港の状況を伝えてもらいました、はい、雪による影響というのも出るようですので最新の情報はですね交通気象センターの携帯ページこちらの方からですね確認することができますのでぜひお出かけ前にチェックしていただければというふうに思います さてこの後もですね地震や天気の情報をしっかりとお伝えしていきます。<music> 時刻は午後7時を回りましたインターバル中はですね今日は16日空色のリポートをご紹介したんですが被災地からの空色リポートをご紹介したんですよね、はい、空はつながっていますそして先ほどのインターバル中は全国各地から被災地へ向けた応援メッセージとともに空色リポートをご紹介しましたが今回は その被災地からいただいた空色リポートこちらの方をご紹介していきました、はい、こういった青空ね、いつもと変わらない気持ちできっといつかですね見上げることができるはずです、はい、一緒に頑張っていきましょう、はい、さあそれではですね、えー、空ボタン皆さんにお聞きしていましたけれどもこちらです 今日は寒い1日になっていますそして日が落ちてさらに体感というのは寒くなっているんじゃないかなというふうに思います今の体感はということで空ボタンをお聞きしていました青が極寒赤が暖かいそして緑は寒い黄色はちょうどいいではここで締め切りたいと思いますさあそれではですね、えー、数字で見てみましょうはい 寒いという方がもう圧倒的ですね500名を超えました522そして極寒を感じられている方が99ちょうどいいが72そして暖かいと感じられている方が30名という結果になっていますエリアで分かれますかねマップで見てみましょう寒いと答えていらっしゃる方がもう 全国的にいらっしゃいます特に関東エリアなどは多いですね青は極寒です被災地からも届いています仙台付近から届いている青いね空ボタンこちらはもう極寒となっているようですねそれから日本海側北陸や東北北部の青森こういったところからも極寒というかなり寒さが厳しくなってきているという そういう報告をいただいていますさあその被災地などからもですね減災リポートが届いてきていますご紹介しますえ福島県の西白川郡の方からいただきましたえこちらも11時過ぎから雪が舞っています西郷村の避難所でも毛布が不足とのことで昨夜準備し 今日母が乗り合いをして届けてきました避難所などインフルエンザの流行が心配です明日はもっと冷え込む予報皆様どうか気をしっかり持って生活していきましょうというふうにいただきましたはい、こちら雪が降っている様子伺えますね空がどんよりしています体感もかなり寒そうです やはりあのインフルエンザとか風邪とかですね、そちらの方もとても心配ですよね。まあ当たり前ではありますけれども、できるだけですね手洗いやうがいをしていただければというふうに思います。そしてえ福島県の岩瀬郡の方からいただきました。屋根が数箇所落ちてしまいました。ガソリン難民になってしまい出勤できないでいます。 片付けに行っている皆様に申し訳ないです。雪も降ってきました。ガソリンと灯油が欲しいです。といただいています。はい、こちら。天井が落ちてめちゃくちゃになっているお店でしょうかね。手前の方に飲み物などが見えますけれども、こういった状況になってガソリンもない、寒い、灯油も欲しいという そういうリポートをいただいています続いて秋田県の方からですこちらは秋田市日本海側のエリアなんですがこういったリポートです被災地の皆様、お見舞い申し上げます秋田市は甚大な被害はありませんが物資の不足がじわじわ来ています寒い中ガソリンを求めて長蛇の列を作っています少しずつ回復しつつあるので なんとか踏ん張りたいところですというふうにいただきましたこちらは駐車場ではありません路上駐車をしているわけでもありませんガソリンを求めて並んでいるということなんですねはい、続いてのリポートです大阪府泉佐野市の方からいただきました 被災地の皆さん、大変ですが頑張ってください。これはテレビで言っていたのですが、40リットル以上のポリ袋にくしゃくしゃにした新聞紙を入れ、その中に足を入れたら暖かくて寝やすいみたいです。私はこんなことしか言いませんが、頑張りましょうというふうにいただきました。はい。 暖を取るのが電気がなくて難しい状況です被災地以外の方もですねちょっとでも情報やそして暖を取る方法などを被災地の皆さんにですね届けようという気持ちが伝わってきます大きなポリ袋四十リットル以上などよくありますよねえ、こういったところにくしゃくしゃにした新聞紙こういったものの入れてですね中に足を入れれば 足があったかくて、そして少しは眠りやすくなるということです。こういったこともリポートをしていただきました。こちらは愛媛県西条市の方からです。寒さ対策のアイデアを一ついただきました。お菓子などの裏側が銀色の袋は捨てないでください。これは素晴らしいレスキューシートになります。 手足を包むと自分の体温を逃がさずに大変、えー、温まります。子供ならそのまま手袋、ソックスに枚数が集まればつなぎ合わせて巻いてください。ただし長くしていると蒸れてくるので時々は換気が必要です。寝たり座る時も体の下に引くと。 断熱効果が高まります敷布団の下に敷き詰めると体温を逃がさないから温まりますというふうにいただきましたあるものでもう何とかしなければいけないそんな時にですねこういったもしお菓子の袋裏が銀色のものがあれば断熱シートなど少しでも暖かさ暖を取るのに使えるということなんですねぜひ参考にしていただければなと いうふうに思います、はい、もう全国の皆さんから少しでも暖かくしてほしいという声が届いていますさあそれではですね天気の方も気になりますもう一つご紹介したいと思いますが宮城県石巻市の方からいただきました、はい、こちらはですねえー 石巻市の今の状況を知りたいというそういうリポートがありましたので送りますといただきました現在こういった状況のようです学校か何かでしょうかねこういった建物がわかりますそしてこちら車今回の津波はですね あの車もですね、軽々と流してしまうような、そんな威力がありました。街もこんな状況です。でも少しずつ、皆さんからのですね、こういった復旧し始めているというリポートも届くようになってきました。これからまた寒さが募ってきます。これからですね、明日の天気 どうなっていくのか予報センターの須山さんに伝えてもらおうと思います須山さんお願いしますはい予報センターからこれからですね明日にかけての天気の見解を伝えていきますまず最初にですね余震の状況まだまだ続いておりますので皆さん引き続き揺れになれることなく少しでも立て揺れがましたら大きな揺れになりかねません必ず身の安全を確保するようにしてください それではではすね、まず現在の日本列島の状況から見ていきましょう。はいえー、皆さんからの、ね、10分天気マップの報告を見てみますと今日の日本列島、えー、冬型の気圧配置になっているため日本海側のエリアでやはり雪の報告、えー、目立っております。えー、現在東北エリアの方、えー 被害の大きかったエリアの方によって見てみますと、ご覧のように仙台周辺でも雪の報告があります通り、雪雲が山を越えて乗り越えている状態となっています。 今後もです、ね、仙台、そして石巻や、ね、宮古から東,北,陸の、ね、あ東北の太平洋側の方にかけてのエリアでは引き続き時折、雪雲が流れ込んではぱっと雪を降らすような、ね、天気、この状態、明日まで続くくと思ってください明日いっぱい続くと思ってください。 天気図ですね気圧配置の状況から確認していきますとご覧のように明日もですね冬型の気圧配置日本列島は続きます明日後半になりますと西日本に移動性の高気圧が進んでいきますのでようやくですね西からゆっくりと冬型の気圧配置緩むような状態となりますこのため <laughs> すいません 全国的に風の強い状況ですけども、こちらも西からゆっくりと緩んでいきます。ただ、やはり北日本エリア、ご覧のように、な東圧線1本、2本、3本、4本とですね、まだ混んだ状態となっておりますので、風が弱まりますのも、明日後半以降となりそうです。それで、ね、明日の天気の、まずこの空読みから確認していきましょう。明日もですね、全般に冬型の気圧配置となるため、冬の天気を読む空読みのパターンとなります。 まずこの色の濃いところこちら西、またはね北のね雪壁から吹雪や強い雪のサインということでですねご覧のように今日の天気にもありました通り皆さん、海上の方なし山を越えてくるようなですね感じのこうしたぼんやり着も近づいてきますとこちら強い雪のサインとなりますのでこちら引き続き視界不良をもたらす雪壁に注意が必要です。 また山を流れて、超えて流れ込んでくる雪雲に対してはですね、仙台や福島県の太平洋側などですね、沿岸部浜通りなどでですね、注意が必要です。また京阪神や名古屋周辺でもですね、輪郭がね白くぼやけた雲、雲の尻尾雨のサインということで。 太平洋側の一部でもにわか雪やにわか雨をもたらすこのぼんやりした雲、雲の尻尾が見えてきましたらこちら、えー、さっと、えー、チラチラと降るまあ一雨をもたらすと思ってください。えー、その他のエリアはですねご覧のように、えー、もくもくとしかも急なね雨雪の可能性があったりまた南から雲を曇りをもたらす忍者雲の可能性、こちらにですね急の天気な急変に注意が必要となってきます。 最後に西日本エリアの方ですけどもご覧のようにですねこちら、徐々に異常性の高気圧に覆われてきますのでこちら、西の空、ですね明るくなってきましたら天気回復のサインでですす最後にですね各地の雪の雪様子です。 雪の見込み、積雪の増加量としましては太平洋側東北の太平洋側では今のところ積もるようなこちら雪は見込んではいません積もったとしても畑の上など土の上ないし木々の葉っぱの上に接種力うっすらなる程度と見ています一方、新潟の上越から長野の北部など今まで強い地震のあったエリアの方では雪はまとまります。 だいたい10センチか20センチ、そして場合によってはね3センチか10センチくらいの積雪が見込まれますので、今後ちょっとした余震でもですね、緩んでいる雪せ雪面にですね、より亀裂が入って雪崩をもたらす可能性がありますので注意が必要な状態となってきます。そしてその天気ですねマークで見ていきましょう。ご覧のようにですね、明日の日本海岸のエリアでは雪、そして仙台でも時折離小さい雪マークがあります通り。 山を乗り越えてくる雪の降りやすい天気となります気温も見ましても非常に真冬の寒さが続きます仙台でも日中は4度とですね北陸も含め5度を超えないようなね寒さとなりますので引き続き真冬の寒さが続きますできる限り暖を取るようにしてください減災リポートにもあります通おり皆さんいろんな地を寄せ合ってですね暖を取るようにしてください 今後もですね、強い余震の可能性があります。引き続き、えー、皆さん、えー、強い余震を感じましたら、身の安全を第一に確保するようにしてください。はい、津山さん、はい、えー。今ですね、こうやって、えー、天気の方を見てみますと、まだまだ明日もですね、 寒さが続いていきそうですね。はい、そうですね。もうこの予想気温を見るだけでもですね、本当に凍えてしまいそうな感じの非常に寒い気温となります。特にこの東北エリアですね。やはりあのちょうどまだライフライン、ちょうど電力、ガスなど復旧が徐々には進んできているとはいえ、そこがまだですね復旧しないエリアの方にとりましては、この寒さですね、今まで以上にですね、より答えそうですね。なるほど。あのモデルなどでですね。 詳しく見ていくと、うんはい、かなりこう強い雨雲、雪雲というのがやっぱり流れ込んで上空の寒気なども強烈なものが流れ込んでくるということなんでしょうかはこちらで,ですねちょっと上空のまず寒気の様子からちょっと見てみましょうか、えー、こちらが、えー、左側下手の、ね、ウェザーニューズのモデル、えー、こちらが、えー、GSM ですね。これが今日の、えー、昼過ぎからですね、えー、だんだんと動かしていきますけれども。はい えー、ポイントはですね、うん、この形ですね。はい、この形がですね、えー、平べったいほど平、えー、ほどですね、うん、強い寒気が長く逸走するパターンになるんですね。うんはい、はい。これをそのままじゃ次をちょっと少し動かしてみましょう。えー、時間を進ませていきますと、はいえー、こちらがですね、えー、だいたい明日の。 17日、えー、ですね明日の朝ですね、はい、まだですね北海道中心非常に強い寒気、えー、座っている状態でその南ですね仙台、はいえー、マイナス36度とですね大雪をもたらすような目安と言われるになります、えー、寒気になりますのでやはり山を越えて雪雲流れ込みやすくなりますこれあの朝の明日の朝9時ですね,ですね明日の朝9時になりますこれ北海道方面なの濃い 色がついてるところとマイナス42度っていう一冬にまあ普通の年だと一回二回あるかどうかみたいなそれぐらいの強烈な寒気ですよね。はい、強烈な寒気です。ですのでこのエリア特に、えー、北海道エリアはですね、えー、地吹雪などですね強い雪だけでなく本当荒れた強い風による地吹雪なんかにもやっぱり注意が必要になってきますね。なるほど。はい。でしかもですねこちら、えー、見比べていただきたいんですけど、えー、どちらもほぼ同じ形をしておりますので。はい。<laughs> はい えー、一つ一つ、ね、癖のある、はいえー、特徴の、ね、ありますモデルでもです、ね、同じような傾向を示しているということは、まあ、その経過がです、ねうん、ほぼその通り進む可能性、確率が、ね、やはり高い、うんえー、ブレ幅としては、まあ、少なくなっていると,いと言えますね。なるほど とということは2つのモデルが揃っているということはもう明日は強烈な寒気がまた流れ込んできているというところはもうほとんど確定的というかことなんですねえこの、えーえー、シミュレーションのですね前日、えー、昨日のシミュレーションの結果と比べてもですね、えー、ほぼ同じような経過をたどっておりますので、えー、新しい初期値、新しい観測値、新しいデータを入手してもですねまあシミュレーションを回しても同じ結果になっているということはですねやはりこの寒さ、はい やはり、えー、見解通りですね非常に厳しい寒さとなり、ますね、うん、今日よりも明日の方が寒いですかはい明日の方がですね、えーえー、ちょうどご覧のように寒気のですね、えー、ちょうどピークがですね、うん、ちょうどこの時期、に時間になりますので寒さ、えー、皆さん体感される寒さとしてはちょうどこの時が一番のピークとなります、えー、そういう意味はやはり17日木曜日、はい、こちらが寒さの底になります。明日ですね ではあのこういったの強烈な寒気をもたらしているということは、はい、やっぱりこう日本海側から冬型だと雪雲がどんどん流れ込んでくるんですけれども、はい、え雲が発達をして被災地である太平洋側などにも流れ込んでくるそういう計算をされているということなんでしょうかね。はい、うですねこちら北日本の方に寄ってみますと、えー えー、こちらが明日朝9時なんですが、はいえー、微妙にですねこの山を越えてちょうど宮城県の県境を越えても洪、えー、水が予想されているかと思いますが、えー、この場合はですね大体いいそれがきれた形で流れ込んでそのまま太平洋側に、えー、吹き抜けるような形になりますのでうそういう意味では、はいえー、明日はですねそういった状態が、えー、起きやすいですね。ね、えー、細かく見ますと一部小さいものが はい、こういった形でですねやはり山を乗り越えるような計算をしてますので基本的にその傾向、微妙な違いありますけれどもそういった傾向はやっぱりよく捉えておりますから、うん、そういう意味ではやはり、えー、宮城県から岩手県のところを中心にですね、はい、こちらの方雪雲流れ込みやすい状態がやはりね、うん、同じように表現されております。なるほどということはあの太平洋側の各地からしますと 雪が降ったりり止んんだりというう感じはあるんでしょうか、はい、そうですね、えー、そういう意味で,ですね、今日のこちらの仙台市の、ね、青葉区のライブカメラを見ていただきたいんですけども、バーっと雪が降ってはですね、えー、また青空が出てきて、<ー>そして、はいえー、風花のような形で,です、ね、雪がちょっと舞うというような天気をた繰り返すのではないかと見ております。 ですので、今後も、あの、山の方、特に津青周辺ですね。そこ、はい、の,の方角に注目いただきまして。それ、白く煙ってきたりしましたら、また、これ、ね、雪、えー、強まってくると。いうサインとしてね、まあ、それを見せてもらえればと思います。なるほど、わかりました。えー、山さん、どうもありがとうございました。はい、予報センターの須山さんに、モデルを使って、明日の天気、詳しく伝えてもらいました。明日もですね、東北エリア。 太平洋側にも雪雲が流れ込んででくるとということでした上空の寒気なんですけれども一冬に1度、2度あるかどうかというそういったぐらいのです、ね、強烈な寒気が流れ込んでくるということですね北海道方面、ちょっと色が濃くなっているところすっぽり包まれていましたけれどもあれは上空ですね、えー、5000メートル付近のマイナス42度という強烈な寒気なんですよね。 東北エリアもマイナス36度大雪の目安というのがですね、えー、こうすっぽりと包まれるような形になっています明日が寒気の底ということで今日よりも明日の方が寒いということでしたそして空もですね、やっぱり雪が降ったり止んだり復旧の作業にも影響してきますし被災者の皆さんや救援活動をされる皆さんの体調にも関わってきますよね ですので、明日も空をですね、見上げるということもちょっとしていただければなというふうに思います。では、ここでですね、明日の空読み、見ていきたいと思いますが、先ほど少し、須山さんの方からもありましたけれども、もう少し詳しく見ていきましょう。はい、明日の空読み、5つのエリアに分けてあります。まずはこの日本海側から北海道にかけての、ちょっとこう、 濃い紺色に塗られているエリアなんですが吹雪とか強い雪のサインこちらを空読みしていきたいと思います <laughs> 先ほどライブカメラでも同じような様子が分かりましたよねこうやって青空が覗いていてもですね雪の壁えそしてこういったぼんやりしたものが近づいてきて通過していくと視界が悪くなったり吹雪いたりと いうことでさっとこう雪が降ってくるというそういう空読みなんですねこういった晴れているときにこういった雪壁のようなものがですね近づいてこないかどうか先ほどのライブカメラのような状況になっていないかどうか空読みをしていただければと思います盛岡のお天気ストーリーを見てみますと朝は少しだけ晴れ間が出てくるかもしれませんがもうその後はですね雪がしっかりと降ると いうような予想をしています、えー。強まったり弱まったりというところブレ幅はありますけれども、えー、先ほどの雪壁のような雲、こちらをですね、そらえー、空見していただければと思います、えー。続いてこちらの緑色のところなんですけれども、輪郭が白くぼやけた雲は雪雲の尻尾、あ雪、えそして雲の尻尾のように見えるものは雨のサインということで。 雪または雨の空読みなんですねはい雪が降る場合は全体的にぼやけていますそして雨の場合は雲の底が割と輪郭がはっきりしていましてそこから伸びる尻尾のように見える雲微粒雲というふうにも呼びますけれどもそれが出ていることがあるこういった場合は雨が降るという雪か雨かというそうい また降水槽です、ね、の違いを空読みできればと思います仙台のお天気ストーリーを見てみますとえ少しこう雲の切れ間があったりしますが基本的には雨や雪があいつ降ってもおかしくないような山を乗り越えてくるようなそういった状況になるかと思いますかなり寒いというところもありますので空を見ながらあまたちょっと雪が降りそうだとか冷たい雨が降りそうだなどとこうね えー、ちょっとこう手を休めて空を見上げると空読みをするというところをしていただければと思います大阪のトレンキストーリーも見ておきますと午前中は晴れますが午後になってくると雨が降りやすいとそして場合によっては雪雲が流れ込んでくる可能性もあるというところを空読みです続いて 黄色いところちょっとこう狭いんですけれども関東の北部など黙々雲に注目をしてみたいと思います青空が見えていても黙々というこういう雲が見えて近づいてくると雨とか雪の可能性があるという空読みです水戸のお天気ストーリーなんですが朝は晴れますけれどもその後次第に雲が広がって黙々という雲が出てくるかもしれません こういったところをですね、空読みできればというふうに思いますそして赤いところ関東の南部や静岡などなんですがえー南もしくは西の空の低い雲にこちらは注目です低い雲が南もしくは西から広がってくるようなことがあったらこちらは忍者雲にわか雨や雪が降るというサインなんですね横浜のお天気ストーリーは ご覧のように、ちょっとこう、曇ったり、そして雪、雨が降ったりというところ。特に、夕方くらいがですね、降りやすい時間だろうと。いうふうに見ているんですね。低い雲、怪しい雲を空読みです。そして、最後に、こちら九州や、中国エリアの西谷の方ですね。天気回復のサインを空読みしていければと思います。西から天気は回復してきますので。 西の空に注目をしておくと明るくなってくることがあるかと思います明日の場合はもうこういったどんより雲から明るくなってきたなあというふうに感じますともうそのまま天気は回復していくというストーリーです福岡を見てみますと朝は雨が降っていますだんだん雨も止んでそして、えー、曇り空さらに西の空が明るくなってくるともう回復するなという そういう空読みができそうです明日も各地で、えー、冬のような寒さが続きます空も見ながらですね体調管理も万全に空読みしていただければというふうに思います、はい、さてこの後も減災リポートを中心に交通の情報などをお伝えしていきます 時刻は午後7時30分を回りました引き続き東日本大震災特別番組をお送りしていきますさあこの時間もですね続々と減災リポートを届けていただいているんですねもう夜もだいぶね、えー、こう暗くなってきまして街には明かりがついているところも ありますけれども計画停電がありましてねこういったところで実施されたというところもあったようですリポートもね届いてきていますけれども、えー、引き続き減災リポート皆さんからいただいているものをご紹介していきますまずは東京都世田谷区の方からです東京の世田谷区のとある小学生ですが地震後は防災頭巾をかぶって通学しています初めて見た光景です 小学生も頑張っていますというふうにいただいていますはい防災頭巾皆さんはかぶって学校に行かれたことありますか、ね、えー、私もですね経験がないんですけれどもはいこうやってですねこの小学生の皆さんも防災頭巾をかぶって学校に行くということはまさか この時にですね、預金を被っていくだろうということは思いもしなかったのではないかなというふうに思います。はい。でもいつねまた大きな余震があるかもしれませんし、頭の上からあの地震でこうね取れかけているこう看板などが落ちてくるかもしれませんので大切ですよね。そしてこちらは埼玉県の熊谷市の方からいただきました。 卒業式があったようですね今日中学生の息子が卒業式の朝を迎えました被災地で朝を迎えるたくさんの皆様のことを考えると本当にこの身の幸せを感じながら今日の空を見上げました一日も早い復興と笑顔を取り戻してほしいと心から願う朝でしたというふうにいただいていますはい きれいな空の写真を被災地の皆様に向けて寄せていただきましたおっしゃるようにですね本当に1日も早い復興とね、被災者の皆さんのいつもの笑顔が戻ってきてほしいなというふうに思いますえ続いて群馬県の方からですね北群馬郡ですの方からです 昨日の夜から朝にかけ地震が上野原も揺れました。まだ余震も収まらないです。被災地も停電が続いています。自分も電気は全部消して節電に努めています。自分にできることをしています。というふうにいただきました。はい。えー、皆さんもですね、えー、こう電気を 決して節電に努めている今自分にできることしているというそういうリポートが非常に多いんですよねで、今夜はかなり冷えるかと思いますので、えー、もうですねブルブル震え,震えながら電気を使うなということではなくて例えばもう無駄な電気を消す使ってない部屋の電気を消すそれから特に問題がないようであれば 蛍光灯をですね。えー、こう。半分の。蛍光灯にするとかですね。そういったことでもいいんじゃないかなと。いうふうに思います、はい。そして。今できることを。しますという。こういったリポートも届いています。東京都品川区の方からです。品川は雲はあるけれど。 家の中の電気を消しても問題ありません。今は暖房なしでも大丈夫です。微々たるものですが、今はできることをします。私たち協力できるものも体調を崩さないように気をつけましょうと。いうふうにいただきました。はい。え、特にこうね。ちょっとこう重ね着をすれば。それほど寒くないなと。 感じていらっしゃる方はこうやってあの暖房をつけずに節電に協力してくださっているというそういうリポートも数多くいただいていますビビたるものですがというコメントをいただいていますけれども一人一人のですねこのビビたる協力がたくさんの方が集まるとすごいことになりますよね今はですね電気も少ない物も少ないそういった状況です 少しずつでもみんなで節約し合ってそしてあるものは分け合うというそういうところが大切かなというふうに思いますこちらは山形県の方からです河北町の方から相変わらず地元のスーパーは品薄な状態ですえ昨日商品に群がる人たちをあ然と外から見つめるお年寄りを一人 三つまでの食品を山ほど抱えて、レジで燃えている方を見ました。これから何週間も、何ヶ月も、流通が滞ることはないはず。十個の食品、分け合えば、十人に行き渡ります。ぜひ、みんなで協力し合いましょうと。いうふうにいただきました。うん。そうですね。おっしゃる通りだと思います。 1>, 1人3つまでと決められている職員を山ほど抱えてちょっとねあの揉めているというところを目の当たりにしてしまったようですけれども,もうできれば、あるものをこう皆さんと一緒にですね分け合うというところねあの本当にこう被災地の皆さんはそれどころじゃないよという方もいらっしゃるかもしれませんがこんな時だからこそあるものを分け合ってそして えー、特に大きな被害がなかったエリアの皆さんは節約節電するなどですね協力し合っていければと思います青森県の戸和田市の方からいただきました朝外を見たら真っ白でした強い寒さはありませんが被災地の方々にはとても厳しい寒さだと思います家の中にいて暖房がついていて水を飲めてご飯が食べられていることを 本当にありがたく思いますというふうにいただきましたはいこちらもですね、えー、もう雪化粧ですよねこの方もですね私なりに節電節水節食などをしたいと思いますというふうにいただいていますこういう思いの方がたくさんいらっしゃるんですよね少しでも被災地の皆さんに こういったね品物が供給されればと願うばかりです。さあ、たくさん減災リポートもいただいていますけれども、まだまだですね交通機関への影響というのも続いています。えー、ここからはですね交通気象センターの飯田さんに、えー、最新の情報を伝えてもらおうと思います。飯田さん、はいこんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まだこの時間になってえー、そろそろですね。 もう帰宅の時間ということにもなっているかと思いますけれども、鉄道やそして道路の状況、まだまだ混乱も続いているようですね、そうですね、えー、あの昼間いただいたリポートにも、ですね、はい、計画停電で初めての夜を迎えるという不安なリポートもあったんですよね、はい、不安を持ってらっしゃるということで、大五郎さん、東京都福生市のリポートなんですけれども、こちらは夕方にいただきました、今から22時まで停電になります。 自分の居住区域では初の夜間停電、警察官の方も少々、多少緊張しているように見えますということでもう交差点の信号も止まりますのでね、うん、あの暗い中ですけども警,察警官の方も準備をしているという状況ですよね。そして、えー、こちら、現在埼玉県でも停電中ということで先ほど7時過ぎにいただきました。 現在、こちらは停電中ですということで朝霞市の谷井さんからですね、えー、やはり20時20分までということで毎日電気つけることもつけることもないかと思いましたということでもう真っ暗ですね、えー、懐中電灯で照らしてくれて街灯の様子を見ていただいていると思うんですけども実はこちら関越道でもこんな状況になっているんですね関越自動車道の所沢付近。ちょっとと見ていただきますとねこちら 昼間の映像この街灯に注目してくださいはいはい。夜になってもついてませんよね<あ>ここに街灯があるんですけどもこのように高速道路の街灯もですね、はい、計画停電に、えーえー、対応しましてこのように消灯をしていると いうことなんですよね、うん、そうしますとやはりあの頼りになるのはヘッドライトだけということで、うん、え計画停電のところは非常に見通しが悪くなってますよね、えー、特に路地からこう人がこう寒いですからやはりできるだけこう黒い色のコートを着ている方も、ねうん、いらっしゃると思うんですけども、はい、そういったあ視界が悪くなって非常にみ、あのー、人も見つけにくいという状況ですので。 この後停電エリア等を通る方は十分にスピードを落としてですねそして事故などないように過ごしていただければなというふうに思います<は>いでこれから高速道路停電中にも使う方いらっしゃると思いますもうお分かりになっている方もほとんどだと思いますがあの高速道路の照明は消灯されるので早めのヘッドライトの点灯をお願いします<ー>このトンネルの中も減灯あの照明を減らす 対応が取られますんでね気をつけてくださいそして情報番やハイウェイラジオも止まりますので、えー、あの民間のラジオ等で情報収集をしていただいて、えーえー、サービスエリア、パーキングエリアも場合によっては一時制限される場合もあります、それと一番心配なのはやはり燃料ですよねあの高速道路の中の給油所もですねやはり制限されている場合もありますので、えーはい、やはりあの燃料がギリギリの場合には途中で立ち往生ということも考えられますのでね。えー 十分な燃料もなかなか今、あの得られない状況ですけれども、しっかりとドライブの距離と自分がどれだけ燃料があるのか計画を立てていただいて安全に走行していただければというふうにそしてこれから明日にかけては、まあ、停電や地震の影響ももちろんですけれども、真冬に逆戻りということで、大雪に対する警戒も必要になってきているんですね。えー、こちら関越道の先になりますけども ちょうど赤く塗られているところが悪天、走行注意ということで関越道と並んで走ります上信越道、こちら黒いマークですよね、うん、もうすでに通行止めになっているんですね、先ほどに比べますと通行止めの範囲が少し短くなりましたが現在、あの大雪エリアであのいつも大雪が降るエリアになります信濃町周辺、中郷から信濃町間、上下線とも現在も通行止めと。 いう状況で大雪による通行止めですからやはりもう真冬が迫ってきているという状況なわけなんですね、はい、同じくこちら横を通ります、えー、湯沢方面上から北のエリアこちらもですね同じようにこれからどかどかと雪が降るということで除雪車も降る出動 フル稼働ということになりますので、通行にはタイヤチェンタイヤチェーンはもちろんですけども、冬た、うん、冬装備、そして通行には倍以上の時間がかかると思ってこちらも計画にですねゆとりを持っていただければというふうに思います。で、このエリアだけじゃないんですね。被災地が密集します。こちら東北エリアも同じような真冬が迫ってる真冬がもうすぐそこまでという状況です。 赤く点滅しているところはこちらはどかどかと大雪になって除雪も間に合わないほど現在、フル体制を取りたいところなんですけれどもやはり除雪車の燃料も不足しがちということで一番重要なところに集中して除雪を行うというような計画もあるそうなんです。ねですから緊急物資を運ぶための 緊急の交通路を中心に除雪がされるということになりますので場合によってはその,その区域以外のところでは通行止めということも考えられます、うん、特に今夜から明日の朝大雪のピークということですので一般道はですねちょっと整備が行き届かない状況路面が非常に悪化しますしやはり余震があると雪崩も心配ですよね。えー、この後夜間だあのだ 夜間は視界も悪くなりますので、一般道での夜間通行はできるだけ控えていただくという状況にどうやらなってきそうですそして東日本エリアも見てみますと、先ほどお伝えしました上信越道やあ関越道も含めまして、うん、こちら、大雪ですね、日本海側の北陸道もトンネルが多いところ福井県内や新潟県内、トンネルを抜けると急変。 例えば視界が急に悪くなったり路面が急に滑りやすくなったりということも考えられますので、はい、急変に備えてスピードを十分に落としてください、はい、そしてこの真冬は西日本にもやってきます赤く点滅しているところ中国エリアだけじゃないんですよね四国の大洲周辺や笹上根、ね、こちらも標高の高いところはよく雪の降りやすいところこちらも今晩から明日にかけてはフルの除雪体制ですけれども場合によっては通行止めと いうことも考えられますので冬装備以外の車は通行しないというのがポイントになってきそうです。はい。そして鉄道への影響なんですけども、はい、皆さんから今どんどんリポートいただいてるんですよね。あの計画停でもあの変わったりとかしますので、えー、今頼りになるのは皆さんのリポートが一番なんですね。えー、こちらメグロの鮭さんからいただきました高野の駅からなんですけども。 南北の三田線は順調ですということで夕方リポートいただきました、えー、メトロの南北線都営三田線は至って平常ですということですねこちらにもやはり照明は落とされていますということで、えー、電力を節電しているという状況がリポートの画像でいただいていますそしてもう一つこちらもなんですけども 京浜急行なんですが、うん、実は計画的なあの停電に合わせて18時過ぎから、実は金沢八景から三浦寄りの,、はい、の路線を運休するはずだったんですけども、交渉によって電力が確保できたということで、全線、現在動いているということなんですね。そのほその、はい、エリアにつきましては、えー、現在、詳しい情報、交通気象センターに、あのー、掲載されてますので、えー、そちらの情報を確認していただければと思います。わかりました 飯田さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました交通気象センターの飯田さんにですね道路とそして鉄道の状況を皆さんのリポートから伝えてもらいましたやはりですねまた道路などもですねまあ、雪の影響もありますしそれからですねまあ、震災の影響というところもありますけれどもぜひですねあの通れるところでもやっぱり電気がついていないと節電という意味で電気がついていないとと いうところもありますのでいつも以上に車を運転される方などは注意していただければというふうに思います、はい、さあそれではですね、えー、ここからは向こう1週間の天気をお伝えしていこうというふうに思います明日はですねかなり寒くなりそうなんですがやっぱり向こう1週間の寒さ天気どうなっていくのかちょっと気になりますよねこちら見ていただきますとはいえ仙台ここ あしたはです、ね、仙台方面は晴れるんですけれどもその後はですは、ね、日曜日ぐらいから雲が広がってそして月曜日には雨が降るというようなそんな天気になりそうです。 その他のエリアもだいたい土曜日くらいまでは晴れるところ多いんですが日曜日から月曜日にかけてはもう西の方からそして三連休三日目になりますが月曜日はもう全国的に雨が降るというような状況になりそうなんですねさらにちょっと東北エリアをですね、えー、週間天気を詳しく見てみますとはい東北エリアの週間天気です一番上が これ青森ですね。そして、えー、宮古、仙台という、そして福島、いわきということになりますが、雪の降りやすいような状況はですね、金曜日くらいまで続いてしまいそうです。そして土曜日はこちらは晴れ間が出ても、午後は雨が降りやすく、三連休の二日目、日曜日は。 雨の降るところ雪の降るところというのは少ないんですけれどもすっきりと晴れるというところもなさそうそれから月曜日になると再び広い範囲で雨が降るというようなそんな天気の変化をしていきそうなんですねそしてやっぱり気になるのがですね気温じゃないかなというふうに思います、えー、仙台の気温ちょっと拡大してみてみましょうかこの辺りちょっと見やすくするために拡大してみますね こちら明日最低気温がここマイナスの3度その他のエリアもですね明日の朝は本当に冷え込みます最高気温も仙台は4度、えー、というようにですね3、4度ぐらいまでしか上がらないというところが多いんですよねそしてこの寒さいつまで続くのかというところなんですが金曜日はちょっと昼間は気温が上がります 金曜日の朝は、明日の朝と同じように、仙台の最低気温はマイナスの三度。まだまだ厳しい冷え込みになりそうです。日中はほんの少しだけ気温が上がるんですね。仙台の最高気温は八度。でも、まだ寒いです。そして、三連休の初日、土曜日になると、ようやく十度を超えてくる。日曜日、月曜日は十三度と。 ちょっとずつ上がってはくるんですが、ここをご覧ください。三連休明けの火曜日、また最低気温が零度、そして最高気温が七度というように、寒さが戻ってくるというところなんですよね。まあ、春ですので、三寒四温を繰り返すという天気のパターンはあるんですが、被災地にとっては本当に厳しい。そんな。 天気や寒さになりそうですくれぐれもですね体調を崩さないようにご注意いただければと思います最後こちらリポートをご紹介します仙台市宮城県の名取市の方からいただきましたはい地震発生から6日の 災害支援復旧作業は雪が降る寒い中での作業となりました全国から温かいご支援ボランティアなど本当にありがとうございます遠く富山市からも消防車が駆けつけていただき大変感謝しています電気水道は一部を除き復旧しましたがまだまだ本復旧には時間がかかりそうですということで被災地からもですね全国からの支援の手に感謝をして,くださって,しているというそういうリポートが届きました ちょっとずつではありますけれども、えー、ね、えー、復旧に向けて動き出しているようですそしてこちらは静岡県の富士市昨日の夜大きな地震があったあ近くですね少しでも安らぎをというタイトルでいただきました今日も朝から何度も届く地震メール被災地は今夜からかなり冷え込むとのこと少しでも安らぎをと思います一日も早く復興することを願って 幸せの黄色、土佐みずきの黄色い花を。被災地に飛んでいけ。花言葉は愛だそうです。はい。こうやってね、あの、明るいリポートでですね。被災地の方が少しでもこう、ね、ここで明るい気持ちに、そして、安らげる気持ちになればというふうに思います。さあ、この後もですね、スライブ二十四は、東日本。 大震災特別番組を続けていきます皆さんからの温かいご協力なども、えー、まだまだお,持ちお待ちしています減災リポートなどもぜひお寄せいただければと思います、はい、ではこの後もまた番組を続けていきます